で、話を戻すが、陰獣が全滅したことで十郎党は旅団の始末をプロに依頼した。プロ？俺たちマフィアにとって殺しとは威嚇の手段であって専門分野じゃない。ああいう連中が相手なら専門家に任せた方が確かに手っ取り早い。これで俺たちが何もしなくてもそいつらが旅団を潰してくれるだろう。だがこれはコミュニティに名を売るチャンスだ。何も殺し屋連中だけに手柄をやる気はない。そこでだクラピカ、その殺し屋のチームに参加してもらいたい。